今日の一軍出場5試合目というスピリティ。遠野の投球に関してはどうでしょうか。やはり全体的に球が高いのと、全てのボールに関してコントロールが、まだ操れてないのかなという印象はありますよね。前回の移籍初登板とはちょっとだいぶ違いますね。そうですね。打て一応に構えます。レフトへ上がった打球はどうかな。深江が下がって見上げて入りました。スピリーのそれこそ栗山秋山2人を祝うようなホームランが出ました。第1号、まあ、自身のこの来日第1号がここで出ました。追加点、ツーランホームラン、6対0となりました。ここで一発が出ました埼玉西武ライオンズ。まあ今シーズンはパリーグの中でもそんなホームランは出ない、はい、埼玉西武ですが、4番スピリーの第1号が出ました。4人形でキスをしましたスピリやはりツーシーム系のボールが行ききれてないですよ ね、 そうですね。おそらくボール気味に投げたボールが、ベース板に乗ってさらに甘く入ってますからね、しかしですねスピリ選手ホームランというのは嬉しいですよ ね、 やはり4番で ね、 でねこの一発で、はい、なかなかのチームとしてもそんな多くはなかったんでね。そうなんですよね。こういうやっぱり点の取り方っていうのも時によっては見せなきゃいけないですからね、はい、特に4番が打ってくれるというのは非常に長打で取ってくれるというのは今西武ライオンズ欲しいところでもありますからね、